はい、こんにちは。今回はマムタルトの角破壊、調査レベル1バージョンになります。レベル3以上だとね、非常に簡単にできるんですけども、まあ調査レベルね、上げるのが非常にめんどくさいという方の向けにためにね、レベル1の方法もご紹介します。時間がだいたい3分ぐらいですね。3分ぐらいで、角破壊できると思います。まあ、初期配置によってはちょっと時間かかってしまうんですけども、おそらくまあかかっても4分、まあ、5分ぐらいですか、ではできると思います。結構いろいろやってみて、多分この方法が、まあ、一番楽なのかなと思います。動画の最後のね、細かい情報も、お伝えできればなと思ってます。まずここから見えない場合には左奥、睡眠弾を3発撃っていきます。睡眠弾を装填しておいていただいて、オータル爆弾をセットします。で、流撃弾で起こします。さあ、そのまま睡眠弾を撃っていきます。で、この時後ろからどんどん撃ち合ってください。で、寝ましたら、流撃弾をセットしてもらって爆弾の調合します。で、ガチャップがいるので隠れ身の装備を着てください。で、爆弾をセットして、で、エリアによっては、こちらの閃光弾、これを用意してください。で、電撃弾を撃ちます。あ、流撃弾ですね。ただ閃光弾を投げておきます。そしたら強打の装備を着て、鉄鋼榴弾を撃っていきます。あとはこれを撃ってれば、破壊までいけます。で、スタンを取ったら、流撃弾、これで破壊可能です。時間の方が、まあ、大体3分ぐらいですね。今の方法を試してもらえれば、まあ、比較的簡単にできると思います。あと装備の方とかね、アイテムとか細かい部分説明していきますので、少々お待ちください、ね、ちょっと安全なねエリアに。まず初期配置の方なんですけども、3箇所あります。こちらからスタートしてこういう風に向かってくるパターン、今回のパターンですね。で、こちらからスタートして、ここら辺で出くわすパターンです。で、こちらで出くわした場合にはガチャップがここにしかいないので、まあ、比較的、安全に変わることができます。で、こちらからスタートした場合ですね、こちらの穴に入ってこちらに出てくるパターンです。ここでは睡眠こちらで1回しか取れないです。で、こちらから出てきたらまた睡眠プラス鉄鋼榴弾を当てていくという形になります。あと装備の方ですね、装備とアイテム、その他の情報を、ご紹介したいと思います。結構そのレベル3以上でね、ずっと、まあ、2分ぐらいで周回する方法をご紹介したんですけども、まあ、こちらの方でも、やってみた方が楽かもしれないですね。結構ね、装備とか装飾品がレアなものを要求されているので、作るまでに時間かかってしまうので、動画の、ね、紹介の方はちょっと遅れてしまったんですけども、
こちらの方もね、ぜひ試していただきたいです。で、向こうのレベル2、レベル3、レベル4、あ、レベル3ですね、以上の場合には、剥ぎ取りが4回になる。これがね、最大のメリットです。今回の場合は、3回ですね。別の動画では、シーカー装備を使ってもらっているので、まあ、非常に集まりやすいと。もちろんね、裸でも向こうはできます。はい、というわけで装備ですね。装備の方がこのようになってます。頭がバンギスヘルム。こちらの方と、眼筋メール。こちらで、破壊用がついてます。で、ウルズでフルチャージですね。で、バゼルの方でボマー。で、スロットの装飾品に、砲術。これで砲術3ついてます。で、攻撃を4つ入れて攻撃4。で、さらに向き入れてフルチャージですね。で、かなりね、その、レア素材、レア装飾品を要求されるので、作りづらいんですよね。で、例えば、砲術銃がない場合には、こちらのウルズコイル。これをガマルかな。ガマルにしてもらうと、砲術2プラススロット1が。つきます。で、法律が1個でもあればそちらにつけてもらえれば同等のスキルがつけられます。もちろんなければね、攻撃とかでも、十分補えると思います。で、5石の方は、出撃ですね。武器の方はアンフィニグラを使ってます。武器のカスタムですけども、攻撃強化、こちらをねつけてますけど、もしなければ、怪力の種を飲んでもらえれば大体、同じようにできます。で、あとですね、強化パーツ、これはリロードと、反動2つです。装備の方が隠れ身の装備と強打の装備。で、アイテムの方ですね、アイテムの方が爆弾セット。で、ガチャプ用の閃光玉。で、こちらの増強剤が、睡眠弾、これをレベル2にするために使います。で、力の爪と護符。で、あと、流撃弾と、鉄鋼流弾ですね。こちらを用意しておきます。こちら、調合分不要です。で、もう一つですね、重要な点がありまして、食事ですね。こちら、お食事券を使っていただいて、こちらの砲撃っていう、猫の砲撃術ですね。これを発動させてもらいたいです。こちらの、発動させる方法は、三角を押していただいて、肉のカテゴリーですね。攻撃の台をもつけたいので肉のカテゴリーでこの一番下、これを4つ組み合わせます。で、残り2個は別の肉で大丈夫です。これで攻撃台と砲撃術、これが発動します。この方法でやればかなり早く討伐できますので、ぜひやってみてください。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。もし参考になったらいいねの方とチャンネル登録の方お願いします。